軍用品には定期整備などのメンテナンスを必ずしなければならないんだけど、この点検整備を怠っている国が存在しているから驚きだよね。聞くまでもなく思い浮かんでくる国があるよ。どうせ韓国でしょ？ああ、ちなみに、韓国に米国から次々と導入された高高度無人偵察機グローバルホーク QR4 の部品の故障が確認されたぜ。軍当局の調査結果によると、現在運用中のグローバルホーク1から4号機のうち、2019年12月に導入した1号機の着陸装置部分から油漏れを発見したんだ。また、2020年4月に導入された2号機では革新制御センサー関連の異常を発見していて、1機あたりの価格が約180億円近いかかった2機が戦力化をしている段階で停止したということになるよ。高い買い物をしたくせに大事に扱わないからこうなるんだよ。物を大事にする日本人とは真逆だね。日本人は昔から物を大事にする習慣があるから、メンテナンスも欠かさないし、負担がかかるような運用は控えるし。そうだね。さて今回は、またもや韓国軍のメンテ不足が露骨に出ていることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍当局は2020年度末の作戦配備を目標に、飛行及び装備性能の検証など戦力化をしている段階だったよ。日程に余裕がない状態で故障が発生し、韓国空軍は正常な機体の部品を故障機体に乗せ替えて、その場しのぎ的な同類転換方式で対応しているみたい。グローバルホーク1機を放棄し、正常部品を異常機体2機に供給すれば4機のうち3機を稼働できるというが、原因の追及にはなっていないので、いずれ故障するのは目に見えているな。そんな部品取りみたいなやり方はあんまり良くないよね。根本的な解決になっていないんだもん。原因が明らかなら話は変わるだろうけど。米軍側は、世界で運用中グローバルホークが計20機しかなく、部品の受給が困難だと言い、米国も同類転換で稼働率を高めたりしていると説明したよ。さらに新型コロナの影響で米国技術人の韓国入国が難しいという点も修理遅延につながっていると言われているんだ。アメリカ空軍の関係者は、戦力化段階は部品の欠陥及び整備時の問題点などを発見し、解決能力を高める時期であるといい、防衛事業庁米政府事業チーム関連企業と緊密に協力し、目標時期までに作戦を遂行できるように問題を早期改善すると説明したよ。韓国軍といえば共食い整備、国産化目指し革新技術分解で再起不能、ソナーの代わりに魚探で間に合わせたり、お粗末な整備部隊を広告しているよね。あり合わせのもので急ごしらえするのは得意だろうし。F-35 戦闘機を購入したついでに入手したロッキード社の人工衛星も、制御システム未導入のまま打ち上げてしまい、ただ地球の周りを回っているだけらしいな。高性能のものを手に入れても、運用する側の能力が足りなかったら本来の力は発揮されないだろうし、そういう面で言えば韓国に買われた戦闘機たちは不憫だよね。正常なグローバルホーク1機が部品取りのために使用され、故障が発見された2機は応急処置的に使われるということがどうしても納得いかないよね。通常、可視機関導入後1年間に故障が発見された場合は無償で部品交換をしなければならないから、正常なグローバルホーク1機を無償でもらわないと割が合わないよ。残り3機の1機から部品を取れば実動機は2機になり、部品の乗せ替えを繰り返していけば最終的にはゼロになるのは目に見えているし、グローバルホークは開発途中みたいなもので、故障や不具合が出るのは当たり前だからな。韓国軍はそれを承諾済みで買ったのかな。同情する部分もあるけど、結局は運用に問題があるように思えちゃうんだよな。そもそも、昔の F-5 戦闘機のような発展途上国供給量ではない米国製兵器にはアメリカの高額サポートが必ずついてくるし、特殊な兵器はアフターメンテナンスに費用を取られるからね。だから、低維持費のロシア製が低性能であっても発展途上国には人気があるというわけなんだ。その場しのぎでも安い方がいい国もあるもんね。それぞれの国のニーズに合わせた戦闘機があるだろうし、韓国も低維持費、低性能の戦闘機を乗り潰した方が効率良さそうだけど、自国で開発したとしても米国製より維持費が高くなるだろうし、稼働率を上げるのは困難だからな。米軍は2021年からグローバルホークの退役をはじめ、リーパーの調達計画を2021年で打ち切ることを決めたみたい。特に、韓国軍に納品されたグローバルホークは韓国型と呼ばれる特別使用機であるため、交換部品も割高となっているよ。グローバルホークを導入した他国は交換部品の割高問題が起きていないということは、韓国向けに性能を落とした仕様にしたため、対応部品が割高になったんだろうね。韓国空軍のステルス戦闘機 F-35A 戦力化訓練を非公開行事として、
2019年12月17日の午前中にチョンジュ空軍基地で実施していて、空軍は戦略武器の頻繁な露出を控え、広報はすでに終了しているという理由で非公開にしていたんだけど、実際には北朝鮮の反発を意識した措置と言われているよ。軍当局によると、ウォン・インチョル空軍参謀総長が主管する軍内部行事形式であり、大統領と国防部長官は欠席していて、国会国防委員会の議員も招待せず、取材も許可されなかったんだって。当日、部外出席者は防衛事業庁の関係者、制作会社ロッキード・マーチンの関係者などに限定されたようだよ。通常は国民に向けて報告するという形で開催する韓国軍の戦力化行事が、今回は非公開で進行され、軍関係者は、大統領が出席した国軍の日の行事に続いて、ソウル国際航空宇宙及び防衛産業展示会 ADEX でも F-35A がすでに公開されたので、追加広報の必要性はないと判断したみたい。また、高度保全が要求される国家戦略資産を何度も露出させるのは適切でないという首脳部の意見も反映されたと説明したよ。過去に最新兵器の戦力化行事に大統領や長官が出席した前例がないわけではなく、チョンギョン部国防部長官は KC-330 戦力化行事を主管し、パククネ前大統領は FA-50 戦力化行事に出席しているんだ。このため、軍の部内外では当時の非公開行事について、韓国政府が北朝鮮の反応を過度に意識していると批判したよ。北朝鮮は2019年3月にアメリカで開催された1号機の出庫式当時から韓国のステルス機導入を反民族的犯罪行為と規定し、F-35A を導入することを何度も非難していたからね。北朝鮮がそれだけ F-35A を恐れているってことの表れだね。F-35A 戦闘機は北朝鮮全域を作戦範囲として戦略目標を一網打尽にするステルス攻撃力を持ち、北朝鮮首脳部の最も恐れている武器なんだけど、北朝鮮が韓国の F-35A 導入を旧19南北軍事合意違反だと主張する点も政府として困惑していると聞くよ。北朝鮮宣伝メディアでは、F-35A の導入が南北軍事合意違反でないという韓国国防部の立場は奇弁であるといい、南朝鮮軍部の武力増強騒動とあらゆる挑発は明らかに、相手に対する敵対行為を中止することにした南北共同宣言と南北軍事分野合意書に対する乱暴な違反だと報道したんだ。これからの南北関係に対して、どのような影響を与えていくのか注目していきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、豚についてだよ。豚さんには悪いけど、めちゃくちゃ美味しいよね。しゃぶしゃぶや焼いても美味しいし、料理のレパートリーがすごく多いよな。考えただけでお腹空いてきちゃったよ。そんな豚なんだけど、実は体脂肪率がモデル並みって知ってた？あんなに丸々太っているのにマッチョってこと？そうだね。それじゃ解説していくよ。豚は実はかなり筋肉質で力持ちであり、デブのイメージは当てはまらないんだ。もし人間と力比べをしたら、人は簡単に引きずられてしまうし、豚に体当たりをされれば吹き飛んでしまうよ。豚強すぎて怖い。特に野生の豚は家畜の豚よりも筋肉が発達しており、土の中にある植物を硬い花を使って掘り返して食べるんだ。そのため、人間と比べるとかなり背筋が発達しているよ。普通に筋トレしているマッチョじゃねえか。そういうことだね。それじゃ豚がどれほど筋肉質なのかというと、野生の豚は体脂肪率が 10% を下回っているんだ。いや、その辺の人よりも体脂肪率低いじゃん。そうだよ。男性のトップアスリートでも体脂肪率が 10% を下回ることは珍しいらしいから、いわば、豚は体脂肪率はトップアスリート集団ってことだね。豚すげえ。また、あまり運動をせずに食べてばかりと思われがちな家畜用の豚でも、体脂肪率は14から 18% なんだ。この体脂肪率は、人間の女性で言えば、お腹にくびれができて筋肉質、いわばモデル体型に当たるんだ。このように、イメージだけで判断されてしまいがちですが、体が丸々として大きいというだけで、豚はデブじゃないんだ。豚になるぞとかこの豚野郎とか悪口言われてもむしろ褒め言葉じゃないか。見た目で判断するのはいけないってことだね。でもその体脂肪率だから脂が乗ってこれまた絶品なんだろうな。今夜は焼肉で決まりだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。